こんにちは、八重です。貝の口できるだけ巻き直ししない方法をやっていきたいと思います。貝の口は帯幅3つ分最初に取ります。そして 2,3 周巻いていきます。帯の長さで調整していってくださいね。ここで同じ長さになるようにします。そして内側に巻いていきます。この作業が帯がずれたり回ったりして長さが合わなくなる原因になっちゃいます。なかなか好きな形にならず、でも巻き直しは面倒ですよね。例えば下の方が長くて上が短い時、もっと帯幅2つ分くらい欲しいです。そんな時はこちらが長いので帯を左に回します。そして両方同じ長さにして結びます。巻いてる帯からはみ出してる分は中に押し込んじゃいましょう。そうすると2つ分取れます。できました。次は上が長くて下が短い時です。短いのでこっちまで出ないですよね。そういう時はさっきの逆になります。これを長くしたいので右に回します。そして引っ張る。こうしたら同じ長さになります。2つ分あるのでできました。次はどちらも長い時、下に余りを折り返します。そしていつも通り形を作ります。余りが短いなら上に折り返します。そうすると余りの端が表から見えないようになります。でも長いなら下に折らないと形からはみ出します。なので上下どちらに折るかは余り布の長さで決めてくださいね。次は下の帯も長いですよね。結構長いので、まず形を作ってから、結構長いので折ってしまいましょう。そして帯締めで押さえていきます。これで余りの帯が飛び出すことはないです。